か今日静か、まあ、いつも静かなんだけど。結婚してありがとうございます。あ、エアコン切ったからだ。結婚してありがとうございます。こんばんは。今日はのえさんの卒業公演のリハでした。お風呂入ったよ、さっき。寒くない、お風呂上がり寒くないんですよ。あ、そう、昨日話そうとしたこと今日話そう、あ、一昨日話そうとしたことを今日話そうと思うんですけど、今日は新潟ね、雪でした。でも風がすごい強かった。令和落語のディレイ配信、あ、そう、あれが出た写真が今日さっき8時に。魔法のポーションありがとうございます。でもなんかさ、すごいさ、なんかために貯めてたから、すごいなんか内容濃いんじゃないかなって思われそうなんだけど、別にそんな面白くない。ただ私のこのハラハラドキドキをみんなに共有したいってだけなんですけど。こんばんは。こんばんは。そう、本当にハラハラドキドキだったの。え、聞いてもら、え、聞いてもらってもいいですか。2月の16日あったじゃないですか、あのちっちゃいもん公演の初日、新しいやつの16日にあって、普通に公演終わって家に帰ってきましたって言って、で家に帰ったものの鍵がないってなって、家の鍵がなくて、え、やばい、このままじゃ家入れないじゃんと思って。タコありがとうございます。でそれももう配信10時くらいよ、帰ってきて、でやばって思って、でもなんかあんまり焦ってなくて、であのさ、裏側からもう開いてたら、もしかしたら開いてるかもしれない、そっからもしかしたら入れるかもしれないと思って裏側行ったんだけど、まあ当たり前なんだけどね、普通に開いてなくて裏ので、それでやばってなって、このままじゃ私家に入れない、しかもその次の日がテストだったのね、青、やばいと思って、しかも10時くらいだし、あんまりなんかこの時間に帰ってくる人いないんだろうなと思って。猫ありがとうございます。だから他の何、居住者の人が帰ってくるのを待つにしろあれなんだろうなとも思ってたし、その鍵がどっかで落としちゃったのか、ただ家に置き忘れたのかも覚えてなかったの。でも確か持って行った気がしたんですよ。でもないの、カバンにね、カバンになくて、やばいと思ってさすがに焦ってお母さんに電話したんですよ。で10時だったから、私のお母さんまあ寝てたわけですよ寝てて、そうだからもう家電にかけちゃおうと思って、実家の家電に電話かけたら、まあ、家電だったら気づいてくれて、ママも電話に出てくれたんだけど、なんかもう私その時焦っちゃって、なんか何言ってたのかママ聞き取れなかったらしくって、で電話してた時にその向こうの方からあの居住者の人が来てくれたっていうか、あの出てきたの、自動ドアから、はっって思って、あ、ママちょっとごめん切るって言って切って、でなんかすごいこの子なんか鍵ないんだろうなって思われたら恥ずかしいなって思ったから、そう、あのちょっと落ち着いて、あ、こんばんはって言ってたまたまね、で入れたはいいんだけど、鍵がさ、このまま自分のね家に行ってももうそのない
鍵があるのかも、落としちゃったのかもわかんないから、まあまだ安心できないんですけど、まだ安心できなかったんだけど、まあとりあえず家行ってみようと思って、普通にエレベーター乗って家に行こうと思って、自分のとこね。でエレベーター登って自分の階に降りた瞬間に鍵が落ちてるんですよ、エレベーターの前に。でえっ!ってなって、私行く時鍵落としたんだと思って、でまあその鍵で家に入れたっていう話でした。しかもその鍵あれなの、あの新潟のお家の鍵もあったんですけど、実家の鍵もついてるのだから本当にやばいと思って、私絶対鍵だけはなくさない自信あったのに、なんか落としてたのそこに。だからえ、わかる。しかもその日雪降ってたからびっちょびちょの、あなんか私ね鍵になんかあのさ小学生がつけるみたいな、あなんかこういう首のやつじゃないよ、なんかビヨーンって伸びるやつをねつけてるの、猫ちゃんのそう、それが布製っていうか、まあなんかすごい濡れちゃってびちょびちょだったけど、あったんですよ。本当に怖くてやばいって思って、それがハラハラドキドキした話、これをずっとみんなに言おうと思ってたの。こんばんは。そう、もう本当に私どうかしちゃうかと思った。そう、こんばんは。部屋の中もだってあちゃんと鍵閉めて家出たから鍵は閉まってたんですよ。バラありがとうございます。鍵は閉まってて、で多分家出てエレベーター乗る前に落としちゃったの。うーん、怖かった、やば。あでもそうなのか、鍵を落としたらその鍵で入れちゃうのか。うん、何もね盗まれてなかったと思う。うん、私が思いつくことはない。怖い、本当に怖くて。そうだからうん、誰もいなかった。うん、いなかった。だから本当に怖かったの。なんかどうしようって思っちゃった。でも誰かん家行こうかなとか思ったけど、いやそれより鍵見つけないぞって思って本当に怖い。だからみんなも鍵の落とし前のには気をつけましょう。そう、本当に怖かったっていうお話でした。ハラハラドキドキでしょ。あんまりさ、本当にこういうのなかったから本当に怖かった。本当に。しかも夜だったからめっちゃ怖かった。こんばんは。でもなんで落ちたのかわかんないんだよね。だからみんなも気をつけてね。オイラはドアにつけっぱなしある。それで青より良くないことしてますよ。え、それ大丈夫なの？やめた方がいいよ絶対。そうだから怖いな。でも見つかってよかった。見つかんなかったら次の日テストも受けられないし、どうしてたんだろう本当に怖かった。久しぶりになんかこういうびっくりした。そうだから気をつけようね。そう、っていう話をねしようと思って2日間温めてました怖いよね。そうそうそう、
ゃんと話せました。気をつけてね。だから青も気をつける。これからもそう、すっごい怖かった。だからそんなみんなが思ってる面白い話じゃないよ、期待させちゃってたと思ったけどっていう話でした。すごい、この後何話したらいいか分からなくなっちゃった。そう、こんばんは。劇場のロッカーの鍵落としてなくしたことあるよ。ロッカーの鍵ね。あ、でも青も学校のロッカーの鍵、なんか学校にもロッカーの鍵あって、すごいなくしたら何千円も払わなきゃいけないらしくって、で私新学期早々その鍵を先生からもらって、これ絶対なくしちゃダメだからねって言われた瞬間に、あれどこやったっけってなっちゃって、もうその瞬間、なんかその瞬間にそうするとどこに入れたか分かんなくなっちゃって、はた、ありがとうございます。でもちゃんとね、もう3月になったらちゃんと返さないといけないんですけど、まだちゃんとあります。はた、ありがとうございます。そう、すごいね、これ絶対なくして、なくしたら本当にもう罰金だからねって言われて、はた、ありがとうございます。いや、アップルの、あ、なんかあるよね、エアタグ。前なんかテラヒナに教えてもらったんだけど、なんか忘れちゃい、なくしちゃダメなものになんかつけるとその場所が GPS で特定されるから、なくし物しても見つかるみたいなやつですよ、エアタグって。ハート、ありがとうございます。こんばんは。着物やだな。家の中でもねあるんですよ、私本当に。なんか新学期早々制服のリボンがなくて、これなんか前も話した気がするけど、制服のリボンがなくて、あの朝焦ってやばいってなって、で私絶対家のクローゼットから出さないの、服着る時しか出さないから、出さないし、服があるところ私クローゼットしかないから、絶対にこのクローゼットのどこかにある落ちてるあるはずってなったけどなくて、で東京にいるママに電話して、ね、青のリボンがないんだけどどこにあるか知ってるって言って、結婚してありがとうございますって電話して、そう、それで、あのママと電話してたら見つかりました。普通にクローゼットの下に落ちてて、そう、さすがにママも知らなかったんだけど知ってなかった、知らないよって言われたけど、あの見つかるまで電話はつなげててくれて、こんばんは。
サミ、ね、待って、それさ、おさ、ハサミをさ、あ、私の場合は耳に当てないんですけど、なんか昔小学生ぐらいの時になくし物をした時にどうしても見つからない時は、あ、猫ありがとうございます、あのハサミをなんかどっか壁とか中に立てかけて、ハサミ様、ハサミ様、私のなくした体操着を見つけてくださいとかやると見つかるよっての聞いたんですよ。そうで、猫、あ、さっきお礼言いました、ありがとうございます、こんばんはって聞いたので、私それから結構 2,3 年くらいずっとそれやってて、でもちゃんとね、見つかったこと何回かあるの。それこそ体操着とかも見つかって、なんでかわかんないけどベッドの下の収納の奥の奥にあったりとかして、でもちゃんと見つかったの。こうやってハサミを立てかけて、ハサミ様、ハサミ様ってやると出てきたの。いやでも別にそれはなんか直接関係したわけではないと思うんですけど、こんばんはってやるとって聞いた。あとね、なんかニンニク持ちながら私これはやったことないんだけど、ニンニク持ちながらなくし物を探すといいらしいですよなんかこれはなんかそのなくし物の正体が魔女っていう説ね。魔女、あ、ドラキュラだっけ、魔女だっけ、なんか忘れちゃったなんだけど、だからそのドラキュラとか魔女とかがニンニクが嫌いだから、ニンニク持ってその探したら、その悪い人たちがニンニク嫌って出てくからなくし物が見つかるよっていうやつもなんか知ってるけど、わかんない。いや絶対なんかそういうのも関係ないと思うけどねちゃんと調べてたの、なんかどうやったらなくし物が見つかるか。でもそれでさ、なんかニンニク持って探しましょうとか、ハサミさん、ハサミ様しましょうってさ、出てくる、出てきてそれを信じてた私もどうかとは思うけど、それちゃんとやってたんだよ、可愛いよねだからたまにもう神頼み、神頼みっぽくたまにやっちゃう。ハサミ様も、ハサミ様ね、結構私だから効果あったから効果あ、偶然かもしれないけどちゃんと見つかることが多かったんですよ。バラありがとうございます。だからなんかあったらやってみてください。それで見つかったら私に教えてください それは古舘家で流行ってたの。古舘、私恥ずかしくて誰にも言ってなかったんです。イワシの顔もシンシンから、イワシの顔がどう見えるかも信じる心からってことですか。私ことわざにめっちゃ弱くて、ことわざ知らないんですよね全然意味。お餅もばめきた、あ、さっき送ったやつ今届いた。こんばんは、おもち、おもちもばめ、こんばんはタイムラグが生じてます、タイムラグが生じてます、こんばんは。充電しろ叱ってくれた。でも今ね、さっき充電したからね、あ、だいぶ増えたよ今 38% ありがとうございます本当に最近私 iPad とかもそうなんですけど、めっちゃギリギリにならないと充電しない癖があって、
さっき 6% だったから 6% で 6% だったんですけど、最近 iPad だったら充電切れてから充電することとかこんばんは。20% 切るとき警告出るし、 10% でも警告出るし、 5% でも警告出るんですけど、 5% で警告出たらさすがに焦るけど、 10% は家だと焦らないです。やばいよね、やばいよ。その癖困るな、わかる。でもちゃんと外にいるときは55% ぐらいで焦ります。充電するものね、ね、そうだよね。携帯でしょ、 iPad でしょ、イヤホンでしょ。あ、3個かな。私モバ充使わないんですよ、あんまり。モバイル充電器、黄色でもう不安に駆られました。私は駆られません駆られません。モバジュって言うと思う、モバイル充電器。え、あって、あ、JK っぽい今の。え、モバジュって言うかも。でもあんまり言わないけど、モバジュ。え、これなんか青がさ、自分で言葉作ってたりしたとかめっちゃ恥ずかしいんだけど、え、モバジュって言うと思う。でもなんか前の携帯を使ってた時は私今ね 10R 使ってるんですよ、機種で。その前に6使ってたの。私なんかすごい飛び級したんですけど、6使ってた時は本当に充電がなくなるのが早くて、その時は充電器使ってたけど、携帯変えてからそんなに充電の減りめっちゃ早くなったわけでもなくて、最近はだから全然使ってないし、なんか使ってないし、まあお仕事とか言ったら結構充電できるから、最近は全然使ってない。でもあるといいよね、なんか停電した時とかそのためにはあった方がいいよね。こんばんは。でも結構なんかこういうなんていうんだよ、略称された言葉とか結構なんか今時の言葉、結構私学校とかより、まあ学校で、ね、あ、そういう言葉あるんだってなるけど、もうちょっとその学びを深めるのはきっとユウとかヤヒとかテラヒナとかの会話から学ぶ一番知ってるんだもん。なんかユウヤヒとテラヒナとサラもめっちゃ知ってる今時言葉。青とはるかは二人ともそういうの乏しいタイプ。はるも全然使わないよ。だから本当になんか二人でなんか高校卒業までには JK っぽいことしようねってめっちゃ話してるけどこんばんは。
どういうこと？マウントって今時の言葉？わかんない。でもマウント取ってるじゃんみたいな。それマウント取るなよみたいな。どうなんだろう。今時でもないんじゃね。どうなんだろう。マウント。でもさ、今の女子高生本当になんかみんなおしゃれ、なんかみんなおしゃれでみんな可愛いの。だからなんかすごい可愛いなって見ちゃう。こんばんは。たくありがとうございます。みんな学校来るとに髪の毛巻いて。それを見て、ああすごい可愛いなって思う。本当に私なんか可愛いな、いいなとは思うけど、別にそこまでめっちゃ学校で可愛くいようとかあんま思わないから。あれだけど、私本当に学校に髪の毛はね、なんか巻きたくない、巻きたくないっていうか、もう秒で巻ける技術があったらいいけど、ちょっと学校に行くのに髪の毛巻く時間を使うのはいいやと思っちゃうタイプ。そうです、めんどくさいです。だって私学校行くのに、だって1時間ちょっとの時間でギリギリなんですよ、ね、これはなんか青の準備が遅いのかもしれないんですけど、本当に1時間ちょっとの準備時間でも本当にギリギリなんですよ、すごく。だからもうそれに髪の毛巻く時間プラスするとってなると、私何時に起きなきゃいけないんだってなっちゃう。ツインテールしないですよ。もう学校にツインテールしたことあるのは中学2年生の時だけです。中2の時までしてたけど、中3の時からしなくなりました。そうで、春から高3なんです。ブラありがとうございます。今の学生休み時間とか何するの？私は携帯見てます。携帯見ることが最近は多いかな、多い。でも結構メールの返信とかも見たりする。学校で見たり、あとはね、たまに振り笛見たりする。その日振り入れあったりとかしたら振り笛見たりとかしてたけど、はい、田辺先生こんばんは。そう、教室のコンセントで携帯の、それで禁止されてた気がする。教室で充電するの。他の人にはさすがに見せてないし、別に見せる人もいないです。振り笛を見て、これ振り笛って見せることは本当にないですね。見せたとこでみたいな感じもあるし、あと音出しちゃダメなんですよ学校で。なんか休み時間にその携帯を見るのはいいんですけど、音出したらいけなくて、電話もしちゃダメなんですよ。
なたもありがとうございます。イヤホンで聞きながら踊りはしないですけど本当踊りはしない。一緒にネモハも踊らないとか、そもそも私が踊れないから踊れないし、そんな誰かを誘うような勇気もないし、私ってやっぱり陰キャなのかな私って陰キャなのかな、なんか陽キャ陰キャわかんない、なんかすごい陽キャ陰キャって難しいですね。サブからの勧誘とかない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 、だってまず学校で踊る場面がないもん。学校で踊る場面がないし、あったとしても勧誘とかあんまないと。でも多分なんだろうな、もともとの性格は全然いいんじゃないと思うんですよ。全然むしろ陽の方な気がするんですけど、まだありがとうございますけど、あでもね、一回ね中学校でね、中学の時に私のこのアイドルスキルを発揮する時が来た時があって中3の運動会の時に、なんか放課後とかによくその運動会であるダンスの振りとかを練習するのね、放課後に。で私あんまり放課後入れることが少なくて、だからその体育祭の練習にはあんま参加できてなかったんですけど、でもそんな中体育祭は出るスケジュールになってたので、でやばいってなってやばいやばいってなって、でも体育祭出なきゃいけないしってなって、体育祭の前日の日に振り入れっていうかダンス部の友達に振り教えてもらって教えてもらって1日で完成させて運動会に臨んだっていう、私の唯一アイドルスキルが学校で発揮された時がありました。でもその時は担任の先生がめっちゃ褒めてくれて、やっぱ踊ってるからアイドルしてるから違うねって言われた。めっちゃ覚えてるそれ。体育祭のおーちゃんといえば応援団じゃなく、それ小学校の時の話ですね。小6か小5の時に、これも聞いたことある人もいると思うんですけど、いやほとんどだと思うんだけど、あれなんかうちのクラスで応援団、クラス一クラスずつ男の子2人女の子2人って応援団にやんなきゃいけなくて、でなかなか応援団が決まらなかったんですよ授業内で。でもうすごい私はなんか正直やりたくなかったの、なんか朝練とかもあるし、別にはなんか応援団とかするキャラでもなかったし、その時はなかったし恥ずかしかったからあんまりやりたくなかったんですけど、本当に決まらないのその応援団が、誰ももう固くなに手を挙げないってなってて、でも私はもう早くこの何決める
授業終わらせたかったの。1時間でも決まんなくて、で先生がまた授業使ってやってくれてるのに全然あげないの。私もやりたくなかったから、本当にその周りの子の気持ちもめちゃめちゃわかるんだけど、もう本当に嫌で、しかもなんかその時になんか中学受験する子とかはやっぱり夜塾行って朝早いのでちょっと朝練とかちょっとあれなんですよねみたいな子とかもいるわけ。それはちょっとイラってきた時もあったけどまあでもまあそれもね、その子たちによっていろいろあるからしょうがないなとは思ってたんだけど、そうでもなかなか決まらなくてちょっとどうしようと思って、いやもうこれはもう私がしょうがなく引き受けるしかないかと思って、はい応援団やりますって言って応援団やった応援があります。だからママに驚かれたの、家帰ってその応援団になっちゃったって言った時本当に驚かれて、それでまず話の続きがあって、そうあれなの、やっぱり朝練っていうのが始まるわけですよ。で、まあ、応援団だから声をね出さなきゃいけない、応援する側だからね。さゆりもありがとうございます。そうで声を出さなきゃいけなかったけど、朝練の時からあんまり、まあ青もそうだけど、その時の応援団の子たちがあんまり声が大きくない子たちで、そう先生がねみんなのことを集めたんですよ。でなんで声を出さないのみたいな、もうこれだったら一人ずつなんで応援団に立候補したのか言いなさいって話を振られるわけですよ、みんないる中で。でまあどんどんさ端からみんな先生に振られるわけ。あなたはどうして応援団になり立候補したんですかって。いや私はなんかこれはね他の子が言った子だけど、ずっと応援団を見てて私もそういう立場になりたいなと思って応援団になりました。まあそれがまあ模範解答だと思うんですけど、でも私はやる人がいなかったから引き受けましたなんて言えないって思ってなんて言おうと思ってたんだけど、でもその時は振られることもなく見事に逃れられたんだけど、そうだからね応援団の経験あるんですよ一応でもその時もやったのもなんか旗を振る人と旗を振りながらその声出す人と声出しのみの2パターンあったんですけど、私はどうしても声を出したくなかったので旗になって旗振ってました。小学生の時です。本当に覚えてる今でもでもその時すごい担任の先生に感謝されて本当にありがとうって言われたから、まあプラマイゼロですよね本当にねめっちゃ覚えてるから、もう二度と忘れない。卒業ソングは何ですか？それはやっぱり旅立ちの日にじゃないですか。私お兄ちゃんが5歳上のお兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんが小学校6年生の時に私小学校1年生だったんですよ。で兄やんの卒業式の時に旅立ちの日に歌うってなって、で私も小学校1年生の時はもうピアノ習ってたんですよ。だからまあある程度弾ける状態だったんですけど、でもまあ小学校1年生だからまあそんなまあちっちゃい子が弾けるようなレベルだったから、別にそんなめっちゃ弾けるわけでもなくて、なのにお兄ちゃんから俺卒業式で旅立ちの日にやるんだけど家で練習したいからを伴奏弾いてくれないって小学校1年生の妹に言ったんだよ。それ
で、青も、もう頼まれたんだからやろうと思う。どれくらい難しいかわからないけど弾いてみようって思って、こんばんはって思って、私その時音符読むのその時からあんま得意じゃなくて早くなかったの。もう一個一個数えなきゃ読めない人で、だから多分実家にその時の楽譜あると思うんですけど、もう全部楽譜にドレミファソラシド振ってあるんです読んで振ってで練習してってやってたことがあった。結局ね、なんか弾かなかったけど、すごいエピソードじゃないニーヤに無理やりちょっとこれ弾いてよって言われて、頑張ろうって思ってやってました。全校生徒多分3年生だけだと思う。私の学校卒業式何も聞いてないから多分そうだと思います。でも多分大体の学校多分今そんな感じで、そう頑張ったよそれもすごい覚えてる。友達の日に弾いてってやる。今ね、旅立ちの日に弾けますよ。ちょっと大きくなってからなんか楽譜見て弾いたらできるようになりました。できるようにっていうか弾けます。けど旅立ちの日には伴奏したことないです。私伴奏の経験あんまないんですよ。小学校の校歌の時だけだ。弾いたことないけど弾いたことないです。でも楽譜見たら弾けると思う友達の日。懐かしいな。カラオケ放っててみて。どうなんだろう。でもなんかあれはいいらしい。クラシックはね、マネージャーさんと相談して前ツイッターにあげたりしたから大丈夫だと思うんですけど、どうなんだろう。確認してみよう。いいですか。いいのかな。今日こそダンスしてる見れるかな。あ、アイドルって何なんですね。なかなかみんなにすごい言われる。企画のダンス部のやつ、放送始まったのにもかかわらずなかなか踊り出さないってめっちゃ言われる。今日多分踊り出すんじゃないんですかね。踊り出すと思います。ぜひ夜遅いけど見てみてください。なかなか踊らないねってすごい言われた。なかなか踊らないね。でもちゃんと踊ったもん。なんかありがとうございます。でも本当にね、難しいの。本当に難しいんですよ。なんか本当に違う感じなの。グーありがとうございます。あの本当にね、アイドルじゃん、アイドル
アイドルダンスじゃないの全然。さあこんばんは。だからでも結構なんか予告でもちょっとチラッて見えたと思うんですけど、本当になんかねバレエチックだから懐かしいと思った懐かしいと思ったけど、でも全然難しかった、本当に難しかった。そうです、各自がダンス見せるところからなんですけど、まあそれも私が何を踊ったのかもまあお楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵、ありがとうございます。ナルタとアオイです。ありがとうございます。そうか、どんな感じになってるんだろう今回。結構ね、ママも見たよって言ってくれる。私のお母さん、このアイドルってなんだを見るためにTVer 初めて入れたらしくってすごい感動してました。携帯でテレビが見れるってありがとうございます。本当にだからなんかすごい楽しみにしててほしい、今日の回も。あおちゃんが電子マネー使わない件と、古田的は新し、あ便利か、ちょっと便利なものに消極的。あそうなんです、そうなんです。お兄ちゃんは割と最先端行きがちなんですけど、でもその次に多分青で、あパパもパパと青が同率くらいかな。ママが最下位ですでもちょっとこの前すごい恥ずかしかったことがあって、なんか私いまだに小銭をちゃんと小銭を出すっていう瞬間習慣が前よりかはだいぶついたんですけど、まだあんまりなくて、でこの前お買い物した時に普通にねレジ行ってお金出してお釣りをいただいたの、まあ、それもなんかあんまり小銭出さなかったり結構な小銭の量なんですよ。で私お財布結構ちっちゃくて三つ折りのお財布使ってて、それの小銭入れもすごいそんな小さくもないんですけど、でボタンで止める感じなんですよ。でレジの前でそのもらったお釣りを小銭入れに入れてボタンをね閉めようと思ったんだけど、あまりの小銭の多さにボタンが閉まんなくて、でそこでもう私ちょっとあたふたしちゃって小銭入れが閉まんないって言ってですごい恥ずかしくて、だからもう小銭入れが閉まんないよりちゃんと小銭をしっかり出して時間を使った方がいいってこの前気づいたんですよ気づくの遅いんですけど、こんばんは。
そうだから本当にそうとか、多分今私のお財布の小銭で500円玉3枚くらい入ってる。あんまなくないですか。いや、あんまないと思うんだけど、多分その500円玉3枚もきっとあの自分の入ってる小銭で出せば、そんな500円玉3枚もできないと思うんですよ。けど今500円玉多分3枚あると思う、お財布なんか。ハートありがとうございます。なんかさ、ペイペイ、みんなペイペイ使ってるけどさ、あれってさ、青何できるのかな。青もそろそろペイペイに手出した方がいい、もしかして。でもスイカでもできるもん。でもなんかペイペイの方がかっこよくない。ありがとうございます。本当にお財布を閉まらないって思うよりちゃんと出そうって思った。最近私ね、パスモなんですよ。まあでもスイカもパスモもそんな変わんない。もしかしてスイカの方が使いやすい。私スイカとパスモどっちにするって言われて、なんでパスモにしたかっていうのは、ピンクで可愛いからパスモにしたんです。小学生の時。確かになんか同じようなもん。そうだね。なかなかさ、そのなんていうの、現金じゃなくするのにする勇気出ないんだよね。なんか現金持っときたいと思っちゃう。それもなんか変なあれだけどさ、あ、キャッシュレス、キャッシュレス。電子マネー、あ、そう、電子マネー。そんな感じで、あとさ、なんか iPhone でさ、出せる人もいるじゃないですか。あれどうやるの？なんか、わかんないんですよね。あれかっこいいなって思う。はい、ということで、今から人の夜ご飯を発表したいと思います。1時間があっという間でしたね。ということで、あ、ちょっと、あ、決めた。いきます。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、きんぴらごぼうです。青はきんぴらごぼうのごぼうの千切りするのが好きです。なんかさ、人参とかさ、ごぼうとか、ああいうさ根菜類をさ千切りするとさ、硬いからさ、ちゃんと正確にさ補足できるじゃないですか。だから、なんか、あ、切れたな、なんか切った感出て良くないですか。はい。ということで、明日の配信時間はじゃあ夜の9時から配信します。見に来てください。私ささがきできないんだよね。だからいつもあの細切り千切りにしちゃう。ということで、スクショタイム。クマ、取れました？じゃあランキング読みます。
きます。13位ゾンさん、ありがとうございます。12位 MS さん、ありがとうございます。11位ヤミーさん、ありがとうございます。10位新潟和さん、ありがとうございます。9位金堂さん、ありがとうございます。8位宝さん、ありがとうございます。7位あんかきょうさん、ありがとうございます。6位ジンさん、ありがとうございます。5位おじゃさん、ありがとうございます。4位ポンポンさん、ありがとうございます。3位ボイングさん、ありがとうございます。2位大関さん、ありがとうございます。1位よっくーさん、ありがとうございます。みんな本日もありがとうございました。明日も頑張りましょう。明日は火曜日だよ。みんなアイドルってなんだ見てね。また明日、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。また明日ね。